さあ、やっていきましょうか。レベレーションズ。パート何本か分からなかったけどね。はい。ということで、まあ、ちょっとアイテムを取り忘れてしまったという大失態を犯したものではあるものの、まあ、とりあえずキースクエント編をね、再びやっていこうというところでございます。まあ、今回はね、一回行ったことある、まあ、クリス・ジェスカでね、行ったことがあるところを、まあ、二人で今度ね、別のパートでね、はい、別のペアで、ね、行くということでございますので、我々の手がかりが必要ということで、まあ、やっていこうというふうに思います。で、まあ、作業情報をね、洗っていただこうということでございますので、まあ、ジル、パーカーをね、助けるためにも、二人が重要ですよということで、今ちょっとね、脱げてたズボンをね、履き直しているところだったんですけど、シーン、このシーンですね。なぜか、前後ろ反対で、ポッケが、おちんちんのところに来ちゃったということで、しまった！こち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 。Pretty bright out for this time of night. こんな時間でも意外と上がる。I guess that's why they call it the midnight sun. で、このまままっすぐ進んでいこうとすると、多分、嫌な予感がする。確かここいいだよ。あ、そうだよね。OK。よし。No, because they're wolves and their heads don't split open. あれ？こいつら硬くね？あ、やばいやばい、出た。出た、発作。こんなのにダメージ食らされてる場合じゃないんで。ほら。よし、OK、OK、OK。ちょっと待ってね。ズボン履かせて。パンツ一丁で俺何してんだって話なんで。で、これもうちょっと出てくるっけ？見たいだけ？いや、なんか、出た。今ね、僕ね、何も触ってない。触ってないのに勝手に進み始めるというね、怪奇現象が起こる。ポルターガイスト？この二人だからこそ起こるポルターガイストがあるんじゃないかなと思うけど、そんなことはどうでもよくて、さあ進んでいった先に、また、骨剥き出しのワンちゃんたちがいっぱい出てくる予感がする。ですよね。遅っ。めっちゃゆっくりなやばい。いやいや、戦っていけよ。慣れすぎやろ、こいつ。いって。ちょっと待ってね、まともに戦えない。とりあえず近づいてくる。近づいてこようもんなら、おら。あれ？ちょっと待って、めっちゃうなってるけど、どこで何が起こってるかわかんない。あいって。ちょっと待って、本当にどこ向いてるの？あーもう今何もしてないよ、僕。逃げて。いて、あぶれ。ちょっと、あれ？いなくなった。ちょっと待って、本当にもうやだよ。こいつ強くない？当たって砕けろ。よし、OK。もういいや。これでいい。なんとか、これでもうなんとかなる。次出てくる奴らが、すごい厄介になってくるから、もうこれを構えておくと。わあ、もうなんかキプレイだけどさ、こういうなんかもう操作性操作感になっちまったらさ、もうあれだよ。待ってんのかよ。おめえ戦っていけよ、この野郎、てめえ。自分だけ一人サボってさ、ずるくねえですか？一人で遊んでるしさ。Yo, calm down! What's wrong with you? カンカン。殴られたってさ、嫌やな、そんなの。気のせいだよ。For real? For real? It's a hunter! ちょっと、ハンター。It disappeared! 消えました。監視映像の謎。まあ、これ実際に消えたというよりは、あの、なんだっけ、反応。Thanks for the explanation. よし。いってよし。よし、OK。消えさせてたまるか。待って、6発ぶち込んで。オッケー。あいって、何眩しい。いって、よし行きたい。あいって、いって、あれ撃ったのに、こう撃ってない時に撃つ時に撃ってないって、もうなんか無茶苦茶だよ。やばい、近づいてきてる。足元、オッケー。はあ、うせえ、バット。で、まだいんの？どっかいる？Another one goes down。いって、後ろ、やべ。I told you I don't know because I can't see。とりあえず、ドン。Sweet blows。やばい、ハーブがない。
ハーブが、ハーブ、非常にハーブが欲しい。非常にハーブが欲しい。オッケー。まだいる？あ、まだいる。あー、やべ。あー、さあ、ダメか。あー、このハンデは辛すぎる。ジェネシスをね、使うとね、多分ね、とんでもないことになっちゃうから、いや、本当に、このハンデは辛すぎるよ。また遊んでるし。Yo, calm down! What's wrong with you?あー、まさかのやり直しか。そんな予定はなかったんだけどね。うん、気をつける、気をつけるんだけど。あー、いて、はい、監視映像の判明、監視映像判明、痛い、やばい。お前、ハンダ、ねえねえって。とりあえず、まず一発目、ドゥーン。あれ、食らってないよね。ちょっと、しかもなんで、え、今普通にどこだ、あー、それは命中率もとんでもないことになりますわな。あー、頭切れてる。よいしょ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 、逃げる。で、どこ、痛い。よいしょよいしょ、ちょっとでも次のチャプターを楽にするためにはこいつでやるしかない。来い来い、舞台か。Another one goes down. Quick. How many left? I told you I don't know because I can't see them. お前のさ、相手後ろもついてんのかよ。マジでついてねえ。本当。OK。ああ、キックされた。てか、なんか爆発物陳列剤ないの？行って、後ろいた。ちょっと待って、結構な数いるな。ちょっと待って。それはちょっと予想外です。後ろ来てるよね。目の前にはいる？目の前にはいない。いる。グリーンハーブか。よし。おら。よし、行った。よし、もう一回。で、ラストか。ラスト。よし。全人類の恨みをお前で晴らす。全然切れてない。なんで？もうそんな、ああ、切るな。こっち。オッケー。終わり。もういない。気配消えた。あ、音楽なくなった。ああ、なんでこんな苦労するんだ。ありえねえ。新手が来ないうちに、もうこれ一周は本当に本気でもう全力で頑張って。もうこれあれだな、あれもやりたいななんて思ったりしたけどさ、レイドモードとかも。でもちょっと無理だよね。なんか、あ、こんなとこにあったっけ。当作戦は、特殊隊初の実戦投入である。特殊隊の管理に関して責任者の指示による取り扱い指示に遵守しよう。常に不測の事態に備え、緊急事態発生の想定マニュアルに沿った対処を実行せよ。能力発現後、管理は困難を極める。輸送中は1時間ごとに麻酔薬を投与し、昏睡状態を保つこと。特殊隊施策の制御を確立している。しかし、実戦による運用時は未知数である。制御不能となった場合は、専用ネットワークを使用し、作戦本部に直接通信せよ。はい。ああ、なんかあの、もう戦うことに必死になりすぎててさ、あの、なんか、エンジンがずっと回ってることにも、あの、エンジンがずっと回ってる音が流れているってことにすらも気づく余裕がなかったっていうね。ハンドガンの弾なんかもらったって何にも嬉しくない子よ。そんなことよりも。え？違う。こっちか。あ、なんかあった。ここ、ピーン、ピキ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 ン。オッケー。ショットガンありがとう、ね。ありゃ、これは一人で行けんのかーい。まあ仕方ない。え、違う、すごい、無音だった。無音による、あれだ、うわー、なんか突っ込んでたっけ。あ、そう、うまい。ここでお手形がないよね。こっち行こうと思っても多分何もないよね。こっち行く必要がないのね。ガーンってしまってるの。オッケー。じゃあセキュリティートークンを、ちょっとハゲチャビンにお願いしようかな。
ハゲちゃんお願いします。Okay. Okay, これで決まった。Everything appears to be in working order. Yo, Quinn. Time to do your job. 彼女とのおダンスの時間でございます。はい。ジェシカちゃんとは残念ながら出すのめっちゃあれだな。生き生きとしてんな。I can't find the car, Lord. I'll have to try something else. No sweat. You're good with the chains. The ladies on the other hand. The ladies on the other hand.なんか怒られましたか？え、違います。はい、あ、よかった、よかった。はい。HQ here. なんでしょう？はい、ブライアン、どうした？ What's... Jackers! 船の位置を測測、即時座標を転送します。これ自体は、確かあれだね。偽の情報をつかまされてるの。セキュリティートークンをわざと落としておいて、あれ、どうだったっけな？でも、一応計算できるけど、まあ今がわかんないってことですね。That's why I said nice one.You don't understand. I didn't calculate anything. 私はその計算してないのになぜか座標が出ているから誰かが手のひらで、操っているというようなそんなことですよね。はい、まあ、世界の謎で、ベルトロベルトのベルトロの話をしてまさにそこに隠れている謎ということでございますというところですね。So we have no idea really who we're up against.Exactly. 本当にこの人賢いのかバカなのかバカなのか賢いのかすごいちょっと分かりにくいっていう感じですね。Chris here. I received the coordinates. Okay. じゃあ今すぐ迎えるということなので、すぐ向かっていっていただきましょう。大変だった。本当に大変だった。いやーすいませんね、もうなんかここ最近のパートをもうすごいもうただ一人で暴れ散らかしてっていうことで本当に申し訳なかったです。もうちょっと大人の対応をもうちょっとできるようにね、私はメンタルをもっと鍛えなくてはならないなと、熟反省させていただいたというふうに感じておりました。ということで、まあエピソード5をね終わったということでございますんで、次回エピソード6を展開してやってまいろうというふうに思います。ということで本日の動画は以上とさせていただきます。また次回もですね美味しい飲み物用意して、そしてチャンネル登録ボタンを押してお待ちください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。